村のみんなには俺みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。立体起動装置もすぐに扱えたしな。天才ね。よく言うぜコニー、立体起動術はかなりのもんだが、ザナクはいまいちじゃねえか。それにコニーはたまに作戦を誤認していることがある。そういうミスは危険。うるせえ。そこら辺はこれから何とかするんだよ。お前からも何か言ってやれ。コニーにあんまり調子に乗られても困るだろ。よお、お前は分かってくれたか。やっぱ俺天才だよな。うんうん、よし見てろよ。いつか必ずお前ら全員に俺が天才だと分からせてやるからな。はいはい、好きにしろよコニー。能力を高めるのは悪くないけれど、あなたはどう思う？だよな。俺を分かってくれるのはお前だけだぜ。応援よろしくな。ジャンもミカサも後で吠え面かくなよ。見てやがれ。今日の訓練は楽勝だったな。お前に俺の斬撃の鋭さを見せたかったぜ。ねえねえ、坊主頭で背が低いけどすごく強い兵士がいるって噂を聞いたんだ。もしかしてお兄ちゃんのこと？ああ、俺のことだ。とっても強いんだぜ。すごい。じゃあ人類最強って言われてるリヴァイ兵長ぐらい強いんだね。ああそうだぜ、もちろんだ。俺はリヴァイ兵長の後継者って言われてんだ。人類最強の後継者、かっこよすぎるよ。お兄ちゃんに会えたこと友達に自慢するね。しまった、つい調子に乗って嘘ついちまった。さすがにこれってまずいよな。なるほど、それもそうか。いやいや、あの子が他の兵士に聞いたらバレちまうだろうが。こうなったら仕方ねえ。あの子にバレる前に期待通りの実力をつけるんだ。お前も手伝ってくれよ。ありがとうよ。こんなこと言いふらされちゃ困るもんな。お前は口が固そうだし、うってつけだ。お前が一緒に頑張ってくれるならやる気も出るぜ。よろしくな。どうしたの？僕に何か用事？そんなことがあったんだ。それでコニーは手っ取り早く実力を上げるため苦手な座学を僕に習いたいと。そう言ってもらえると嬉しいな。もちろん引き受けるよ。座学なら僕でも教えられると思うし。早速始めようか。これからいくつか質問をしていくから、コニーは答えてくれ。1問目、人類のウォールマリア放棄の原因を作った鎧の巨人はなぜこのような名前で呼ばれているか。え？鎧を着ていたからだろ。答えは皮膚が鎧のように硬質だったから。2問目、通常種と異なる気候種の特徴の例をいくつか挙げよう。これはわかるぜ。見た目が気持ち悪いことだろ。あと、なんか見ててムカつくことだな。
答えは目の前の人間を無視して遠くの人間へ向かったり障害物に突っ込んだりすること。なるほどな。言われてみればそうだな。あ、もちろんだ。アルミン、引き続き頼むぜ。とにかくもう少し続けてみよう。3問目は、あ、来い。それでコニーは今度は得意な立体機動術をさらに伸ばそうとしているということ。ま、俺たちを頼るのは妥当なところだな。俺は立体機動が得意だし、ミカサは何でもできるからな。そこまで言われたら協力しないわけにはいかねえな。よろしくな、ジャン、ミカサ。まあ俺は天才だから立体機動術もほぼ完璧なんだけどな。おいおい、いい加減にしろよ、コニー。それが人に教えを請う態度か？なんだと？そうだな、ここで突っかかってどうすんだ。二人は俺のために来てくれたんだもんな。すまん、じゃあミカさん、悪いけど頼む。構わない、早く始めよう。仕方ねえな。じゃあ俺から行くぜ。俺が立体機動の時気をつけているのは、前よりずっと早く動けるようになってるよな。ちゃんとミカさん、それにお前のおかげだ。ありがとうよ。自主訓練とは関心だな、シンペイ。実は手が足りない任務があってな、力を貸してくれないか。よし、実力を試すいい機会だ。一緒にやってやろうぜ。任務はやり遂げたぞ。さすがは俺たちって感じだな。やっぱり俺天才だぜ。ミカサやジャンに習ったことしっかり活かせてたからな。これだけ実力をつけりゃあの子に嘘をついたことにはならねえはずだ。お前に特訓に付き合ってもらって正解だったぜ。例の任務成功してよかったな。坊主頭のお兄ちゃん、あっちの調査兵のお姉ちゃんに聞いたよ。この前も大活躍したんだね。本当にかっこいいな。あのリヴァイ兵長と同じぐらい強いんだもんね。当たり前だろ。なんて言ったって俺はリヴァイ兵長の後継者。分かってるよ、いいわけないよな。ごめんな、お兄ちゃんがリヴァイ兵長の後継者なんて嘘なんだ。俺は兵長になんて全然かなわない、ただの新兵なんだよ。え？新兵なのに任務で大活躍したの？すごい！期待のルーキーってこと？友達にも教えてあげなきゃ。どうやらあの子の夢壊さずに済んだみてえだな。そういえば俺がなんで兵士になったか話したことあったか？そうか、前は話した通り立派な兵士になって村の連中を見返してやろうと思ってたんだけど、今はよ、必死で
あの子の期待に応えようと頑張ってたが、なんかそれとは別の気持ちでも兵士を続けようって思えてきたぜ。おっと、まだ礼を言ってなかったっけな。一緒に任務をやってくれてありがとうよ。やっぱあの子の期待を裏切らずに済んだのはお前と一緒に特訓して任務を成功させたからだよな。最初は軽い気持ちでお前に頼んだけど、今は心の底からお前に頼んでよかったと思ってるぜ。お前いいやつだな。ほんと世話になった。あ、お兄ちゃん、あのね、僕体を鍛えることにした。いつかお兄ちゃんみたいなかっこいい男になりたいんだ。そっか、頑張れよ。辛いこともあると思うけど負けんじゃねえぞ。あとできるだけ嘘はつくなよ。あの子のお手本となるような人間にならないとな。よし、俺も決めたぞ。次は本物の天才を目指す。ああ、マジでリヴァイ兵長ぐらいに強くなってやる。新しい人類最強は俺だ。お前もついてきてくれよ。これからもよろしくな。